6キロ、京都線京都川運転1982年バージョンのまとめ動画と解説になっております。阪急6の線路図です。今回は京都線京都川の線路配置になっています。桂駅から嵐山線が分岐します。駅は全部で5つあります。1梅田駅、2長岡天神駅、3桂駅、4唐良町駅と桂車庫、5嵐山駅となっております。今回ですね、この阪急の運転で京都側するのは初めてです。駅の設定も京都側に寄っております。特急は梅田を出ると唐良町までのノンストップ、急行は長岡天神、桂、唐良町とある駅全部停車になります。阪急6運転の運用です。今回京都線の京都側運転のため千里線、堺筋系統は省略、そのため1300系、1600系、3300系、大阪市港60系の運用はありません。全部で今回の運用はですね、普通が4編成、急行が3編成、特急が1編成、臨時急行2編成の合計10編成を用意しております。この後ですね、求め動画をですね、動画3本順番に 1,2,3 と公開いたします。どうぞご覧になってください。ではどうぞ。
最後までご視聴ありがとうございました。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだな方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では。